こんにちは、エンタログです。はい、今日のですね、本題にちょっと入る前に1個こんなものが、届きました。はい、Amazon で購入したみんな大好きウランジさんのですね、ライト、ちょっと開けてみます。おーほ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 ー、おー、あー、いいねいいね。これはなかなかじゃないですか。めちゃくちゃ軽い、めちゃくちゃ軽いです。はい、これ軽くていいっすね、大きさもね。これ値段いくらだったっけ。なるほど、はい、これね、いろいろモードも変えられて、この大きさでめちゃくちゃ軽くて、うん、で下にこの4分の1のネジもついてて、うん、ものすごい使いやすい、とも軽くて、で、まあ、なんせお値段がめちゃくちゃ安くて、 Amazon のこの間のセールで3664円で買ってます。これは安いね、いいっすね。はい、ということで今日のお話なんですが、こちらのねカメラの話をしたいなと思ってます。 G99 でございます。こう待ち撮りスナップだったりとか、あまり撮ってないけど Vlog だったりとか、まあ、そういう、まあ、遊びの用途というか、まあ、気軽に使えるというカメラの位置づけで、こちらの G99 を買ったつもりなんですね。はい、で、まあ、要はその G100 を最初に買って、パナソニックの色味とかマイクロフォーサーズの、まあ、描写がめちゃくちゃ気に入って、で、まあ、すぐにしばらく経ってですね、G99 を買いました。で、まあ、買った時の理由っていうのはね、前の動画とか見ていただけるといいんですけども、 G100 だとちょっと動画が弱すぎたんですよ。まあ、1個 Vlog 無理やり作ったり見たりとかしたんですけどね。ただやっぱりこの G100 はちょっと極端に手ブレ補正が悪いってこと、それから 4K にした時のクロップ率が半端ないよってこと、それともう1個が 4K にすると10分ぐらいしか撮れないんですよ、連続で。まあ、ものすごい使い勝手が悪いんですね、動画機としては。まあ、その分ね、軽くて使いやすいスチールカメラとしてはめちゃくちゃいいんですけど、はい、で、まあ、その辺のことも補う意味で G99 という G100 より前に出た機種なんだけど、動画がですね、連続撮影すごいできるんですよ、まあ、バッテリーが持つ限り。それととにかくグリップ含めてこのね、握り、ここの素材感めちゃくちゃいいんです。本当にね、これね、ずっと握ってたいんですよ。ずっと握ってたいカメラになってます。もうぜひね、握っていただきたいです、皆様に。で、ちっちゃくて軽い、本当にいいサイズ感で、で、このね、G99 に、まあ、今回まあついてますけどね、ライカ DG ズミルックス F1.7 の 9mm というこちらのレンズ購入しましたので、
多分この組み合わせがね相当いいだろうなと、この組み合わせで Vlog とか全部いけちゃうんじゃないかなっていうイメージを持ってちょっと今日ですね動画を撮ってるわけなんです。はい、特に今動画 Vlog 機として、使い勝手どうなのか、まあ言うなればこういった GH6 とかこういった FX30 とか、まあちょっとデカ重ではあるけれども手ブレ補正レベルでいうと相当効くよねっていう、こういったものにどこまで肉薄できるのかっていうところなんですよ。まあ自撮りの時もそれからいわゆる街撮り街歩きの時もこの GQ-GQ の手ブレ補正がレベル感、自撮りの時の使い勝手の良さ、それから何よりもこの 9mm の写りの良さみたいなところが、このバランスを確認することでおそらくこの GQ-GQ がトップキングオブ Vlog 機に躍り出るセットになるんじゃないかなと私は思うわけです。はい、それではちょっと検証してみましょう、どうぞ。はい、今 FX30 で手ブレ補正アクティブで、はい、これがね最高角端 10mm、まあ、フルサイズ換算 15mm ですね。いや、まあ、この価格はいいよね、やっぱりね。はい、FX30 ですと。はい、続いてこちらが GH6 に 9mm のライカレンズ載せました。まあ距離感はね、やっぱり同じように FX30 と同じような距離感で撮れてますよね、多分ね。はい、どうでしょうか。いやー、これでも 9mm もいいね、やっぱり。ちょっと重いんだよね、これでね1キロぐらいあるから、そこはちょっとやっぱ問題だよね。まあ持ち出して実際に取り出しちゃうとそんなには気にはならないんですけど。はい、ということで今ねこちらが G99、すごい西日の中で戦ってます。これがね一番軽くて使いやすいです。あー眩しい。さて、じゃあローソンにデリン行きますよ。じゃあマスクするからね、店に入るので。はい、ということでいかがでございましたでしょうか。 G99 めちゃめちゃ良くないですか。手ブレ補正めちゃくちゃいいですよね。はい、で、撮影はねこちらの皆様大好きウランジーのカーボンのトライポッド、まあ、こちらにで、まあ、距離感的に言うとねこんな感じです。こんなレベルで撮りました。はい、これは他の機種も同じ、全部このトライポッドにつけています。はい、まあ、このトライポッドめちゃめちゃおすすめです。ちなみにすごく剛性が高いので、こう首が振られる不安みたいなものが全くないです。それですごく軽くてコンパクト、畳みますのでね。
ちっちゃくなりますね。はい、で、まあ、とにかくまあ、手ブレ補正はすごい良かったよねと。いや、それこそね、ソニーの ZV-10 なんかに比べたら全然いいっすよ、手ブレ補正、うん、多少クロップされますけど、やっぱり 4K になってから手ブレ補正オンになって、うん、だけど、まあ、この 9mm のレンズであれば、うん、十分耐えられるかなっていう距離感の中で Vlog 運用ができそうですよね。はい、それプラスやっぱりね、まあ、もちろんその重さの問題っていう意味ではね、さっきのね ZV-10 の方が軽いかもしれませんけど、まあ、これでもねレンズとこのボディ合わせて 700g ぐらいに収まりますので、まあ、かなり軽い方かなと思います、うん、これだけの、はい、で、まあ、あとは、まあ、細かいんですけどね、例えばこの FX3 値につけてる、まあ、APS-C 用の 10mm、20mm のこのソニーのズームレンズ、まあ、非常にズームでね、やっぱり便利は便利です。なのでこのレンズそのものは私もすごくお気に入りなんですけど、 ND フィルターつけるときにねかなりこう蹴られちゃうので、普通につけると今ご覧のように 62mm から 77mm までステップアップリングで、まあ、下駄を履かせてます。まあ、もうちょっと狭くてもいけるのかもしれないんですけど、まあ、私は念のため77まで上げてますけど、それがねこちらの 9mm のレンズはいらないんですよ。55mm の K の ND がそのままつきます。それでまあ蹴られずに使えます、まあ、そういった意味でも非常に運用が、まあ、反発にならずに、まあ、すっきりと運用できるよねっていうのもありますよね。これはまあレンズの話ですけど、はい、それとね今ね、新しくこれ私が買ったのはちょっと古いというか中古で買ったので、今はね10月の下旬末ぐらいに新しい G99 のニューモデル、まあ、ニューモデルといっても中身そのまま液晶の部材だけ変わったっていう話は聞いてます。まあ本当細かいところでなんかリファインされたのかもしれませんけども、はい、一部その辺のところが変わって、改めて、こちらの、G99 が G99D っていう名前で今流通してますよね。で、私もね最初生産終了って聞いた時になんかもう買えないみたいなことちょっと言っちゃったんですけど、実際はそういうことで、パナソニックさんの方で新しく G99D で、まあ、再発なのかな、新発売なのかな、はい、もう一回やってますよってことで、今ね価格が9万9000円ぐらい、マップカメラさんでさっき見たら新品でそれぐらい、まあ、10万切る形でボディが買えます。はい、それと中古でも8万5000円ぐらい、まあ、中古はだいたいみんな D じゃなくてこちらのバージョンです。まあ、なので、まあ、8万円台から9万円台で買えますよというところで考えると、まあ、これだけの手ブレ補正でしっかりと運用ができるのに、まあ、そういったお値段でライカのレンズも含めて、運用ができるっていうのはかなりいいかなっていうふうに思います。それとね、まあ、唯一ちょっとね気になっちゃってるのが、まあ、気になるというか残念なのはね、今回 G99 に、まあ、リファインされて、まあ、いろいろね会社の事情だと思いますよ、これはお客様の事情じゃなくてですけど、 USB ね、これマイクロなんですよね、本当に勘弁してほしい。この USB マイクロのまま G99D が出てきちゃったんですよ、またね、まあ、要するに本当に液晶以外はみんな一緒なんでしょうね、きっとね。ってことで、そのマイクロ USB はちょっとやだなっていう感覚はどうしても否めない、わかります。まあ、でもね一方ね、もう皆様マイクロ USB のケーブルはたくさんお持ちだと思いますので、ぜひね旅のお供に、G99 を持っていくときは1本だけマイクロ USB をこいつのために忍ばせてってください、ぜひ、はい、もうそれだけで OK です。で、まあ、とにかくね今回この動画をあえて作ったのは、私自身ね G99 買ってから、例えばもうスナップ出るときね G100 で、ちっちゃくて軽くていいじゃんって、思って、それからまあ GH6 も買ったことによって、まあ、ちょっとガチモードで動画を撮りたかったらこっちじゃんってなったときに、なんか立ち位置が難しかったんですよ、意外と。ところがね、とんでもない、この子が私の Vlog 機ですよ、このセット、はい、いわゆる旅行だったり、まあ、出張のお供っていうのはこの子ですよっていうふうに思いました。はい、ということでね、まあ、今回はちょっと G99 を改めてね、いや君だよっていう話をしたかったのでこの動画を作りました。で、このグリップの握りやすさとかもね、ちょっと店頭にねあんまり並んでるの見たことがないんですけど、もう並んでるの見たらぜひこれ握ってみてください、本当に握りがいいです。このレンズもね合わせてちょっとつけてみてください。はい、ということでね今日の動画は以上となります。はい、また次回、こちらでお会いしましょう。バイバイ。